どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、またね、皆さんに残念なね、お知らせをしなければなりません。ということで、本日はですね、こちらですね、エポスゴールドカード、プラチナカードですね、案内されているエポスの選べるポイントアップショップってありますよね。こちらですね、なんと、モバイルスイカ、またね、ミキシMが対象外になるっていうね、発表がございました。ということで、今回の動画はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいと思うんですけれども、プラチナゴールド会員様限定選べるポイントアップショップにおける一部ショップポイントアップ終了についてということで、こちらですね。誠に勝手ながら、この度ゴールド、プラチナゴールド様会員にポイントアップ選べるショップにおいて、他社決済サービスチャージご利用分ポイントアップショップを終了させていただくことになりましたということで、対象のね、終了日は8月31日、新規登録終了日は8月の6日で対象外になるショップということで、モバイルスイカと、じゃあですね、モバイルスイカとミキシーMですね、こちらがね、終了ということで、今ね、今後のご利用についてということで、2023年の8月31日まではですね、利用することができる、またね、9月下旬頃にポイント加算いたしますということで、今回ね、このポイントアップショップ分でね、今までね、モバイルスイカ、またね、ミキシーMね、利用することができてたわけなんですけども、8月のね、31日で終了っていった形になります。で、こちらね、選べるポイントアップショップがね、終了になっただけということで、通常のね、ポイント分はですね、今後も加算されるっていう風になりますんで、まあ今までね、選べるポイントアップショップっていうのは、基本とね、この選べるポイントアップショップ増量分を含めると 1.5% ね、取れてたわけなんですけども、まあ、0.5% 還元のみっていった形になります。いやね、非常に残念ですね。というのも、このね、モバイル追加も、またね、このミクシーMもね、この選べるポイントアップショップっていうのは、もう数年、もう3年以上前からね、利用することができていたんですよね。ですので、まあこのお得系とかですね、マイラー系ではね、もうこのミキシーM、まあモバイルスイカ、ミキシーM 両方ともね、結構有名で、まあ特にね、モバイルスイカを利用されている方は、もうこのお得系じゃなくてもね、ちょっと調べればね、結構出てきますんで、めちゃくちゃ使われてたと思うんですよね。まあこのお得系とかね、マイラー系ではですね、このミキシーMもね、非常に有名で使われていたわけなんですけども、まあ数年前からね、こちらのルートを利用することができていたので、まあ封鎖はされて来なかったんですよね、ずっと。まあ、エポス側もね、登録している人が多いとかね、そういうのは知ってたと思うんで、まあもう大丈夫だろうなんていうふうに思っていたわけなんですけども、残念ながらですね、こちらにね、メスが入ってしまったっていった感じになります。このね、エポスカードはですね、最近ね、海外旅行保険ね、自動付帯でこのエポスカードって有名だったんですけども、まあこれもね、利用付帯に変更ということで、今回ね、このモバイルスイカとミキシーMをね、選べるポイントアップショップね、塞いできたっていう風になりますんで、いやね、解約の嵐でね、本当に残念でございますよね。で、今回ね、これによって、まあ、どういった影響が受けるのかっていう話なんですけども、こちらですね、まず、このルートですね、いや、私の動画でね、散々紹介してきた、ルートなんですけども、こちらが終了ですね。はい、ここはね、エポスカードで選べるポイントショップでね、ミキシーMを選択することによって、年間100万円まででプラス1倍選べるポイントアップショップ入れてね、基本が 1.5% 還元ということで、合計ね、2.5% 還元。まあそれをね、JQ みずほルートで交換すると、まあ、70% でね、交換することができますので、2.5% の 70% ということで、ANA マイル最大還元率は 1.75%。しかもね、こちらはミクシーMのね、物理カードがね、ございますので、物理カード決済までできて ANA マイル還元率がね 1.75% っていう風になってたんですよね。しかもね、年会費ね、この JQ エポスゴールドカードっていうのは、まあ、昨年からね、年会費無料でね、初年度発行できて、またね、その後も年間いくら使えばみたいな感じで無料でね、利用することができましたので、これがね、塞がれてしまったのは非常に残念ですね。はい。ですので、まあ、今後はね、このルートはちょっと利用することができないですかね。選べるポイントショップが入らなくなっちゃうんで、還元率としては、ここが 0.5% 還元になりますんで、まあ、合計で 1.5% 還元ですよね。1.5% で、70% の交換率なんで、1.05% ですかね。
はい。っていう感じになりますんで、年会費無料にしてはね、非常に、まあ、還元率はね、高い方ではあるんですけども、まあ、今までね、1.75 だったのが、ここまで下がるとですね、ちょっとね、残念ですね。で、これを受けまして、じゃあ今後はね、どういったルートがメインになっていくのかっていう話なんですけども、もうね、物理カードで、還元率をね、上げる方法っていうのはちょっと私は見つけられなかったんですよね。ですので、最後はね、まあ、こちらになると思うんですけども、最後はね、楽天ペイとか、まあ、物理カードがないビザタッチとか ID とかね、カード番号決済とかね、ここら辺であればね、ルートはあります。こちらね、JK ポスゴールドカード経由の楽天ペイ ANA マイル3.2.05プラスアルファですね。で、このルートは iPhone の方のみ利用可能です。このね、Apple Pay チャージがね、iPhone だと使えますんでね。で、ここですね。1.05%。先ほどの100万円までと基本 0.5 を入れて 1.5。それを 70% の交換率で 1.05%。これは ANA マイル還元率ですね。で、ここで au pay プリペイドチャージしていただいて、ここで 0.5% 還元ですね。apple pay で ana pay で、ここはポンタポイントなんで 0.5% 還元。こちら jal マイルで 0.5% ですね。まあ基本だと、まあ 1% でポンタポイントが取れます。で、ANA Pay ですね。で、ANA Pay からは、まあカード番号決済であったり、ID 決済、ビザタッチ決済ね、ありますけども、ここで 0.5 は取れますんで、ここで 1.55 ですね。まあ、ここはちょっとね、JAL マイル、もしくはポンタなんでね、省きますけどね。で、この ANA Pay はですね、こういった感じで利用していただいてもいいんですけども、このね、ANA Pay からトヨタウォレットチャージしていただいて、で、そこから、Apple Pay でね、モバイルスイカにチャージしていただいたり、まあ、カード番号決済とかね、ID 決済とかね、利用することができます。で、ここでね、1% 取れますんで、ここもね、はい、取れますね。で、このトヨタウォレットから、Apple Pay でギフティですね。この前ね、アメックスの方で動画出しましたけども、このギフティの財布で、サイトで、マジカドンペイのギフト券で、それをマジカ残高に統合してドンキホーテで楽天バリアブルカードを買って楽天ペイ請求書払いだったり楽天ペイでもしくは投資信託購入とかね、まあこういったルートがあります。まあここのね注意点は前回の動画でも言いました通り、ここはね残高を統合していただくんですけど、マジカアプリ残高に、これがね1日1回しかできませんので、しかもねほとんどこの300円券しかね売ってない。まあ500円は私この前見ましたけど、1000円とか3000円とかないんで、なかなか手間っていう風になりますんで、なかなか現実的ではないんですけども、まあ一応ね、やろうと思えば、1.55 の 0.5、楽天ペイ決済で 2.05% プラス、こちらですね、このプラスアルファであったり、ここのね、トヨタウォレットの還元が 1% 取れるっていう風になります。これが多分最大になってきますかね。で、このルートは、Android 版もね、利用することができます。こちらですね、JK POS Gold からキャッシュ。まあ、これはキャッシュ挟むか挟まないかはね、お好みになりますけども、まあ、これでね、ANA Pay で、ANA Pay で、楽天 AD ですね、チャージしていただいて、で、ここで 0.5 ですね。で、楽天エディはね、楽天キャッシュね、チャージできるようになりましたので、まあ、ここはね、Android しか通ってないですよね、ここは。iPhone 通ってませんので、これは Android のみになりますけども、まあ、これでね、最終的には楽天キャッシュで、楽天ペイで 0.5%。まあ、楽天ペイはね、使うと 1% のね、通常ポイントが貯まりますんで、JAL マイル、ANA マイル、0.5% 還元ということで、これもね、1.55 と 0.5 で最大 2.05% プラス、キャッシュの還元ですね。はい。こういったルートになります。で、もしくはですね、au pay プリペイドをかまさないルートも利用することができますね。これもね、iPhone の方のみになりますけども、Apple Pay チャージが入ってますんでね。はい。こういったルートもあります。まあ、これはね、お好みでっていう感じですね。先ほどのこのルートに au pay プリペイドをかまさないで利用する感じですね。で、ANA カードの場合ですね。これもね、残念ながら Android の方のみですね。ここがね、通ってませんので。まあ、ルートはね、全部一緒なんですけども、まあ、これでね、利用していただくと、ANA カードからキャッシュ、ANA Pay、ANA 楽天 AD で楽天キャッシュですね。1.5% の 0.5 で 2% 還元、プラスキャッシュ 0.2% 還元ですね。で、次にですね、ANA Visa プラチナプレミアムですね。こちらだとね、還元率がさらに上げます。2.5%。まあでもこれはね、8万8000の年会費がかかりますんで、ここをどう、あれですかね。はい。年会費が高いカードでもいい方はこちらですね。
はい。まあ、これだとね、1.5% と 0.5% で、ここで 0.5% 取れますんで、全部で 2.5% ですね。これもね、ここある通ってませんので、Android ユーザーのみですね。で、次に ANA マスターカードであれば、こういったルートもね、組めます。で、ここでね、1% 取れて、で、ここで 0.5。これは、あれですね、ポンタですね。ですね、ここが ANA マイル、ANA マイルなんで、1.5% で、ここで 0.5% ですね。ですんで、2% プラス、ポンタポイント 1% 還元ですね。はい、だから JAL マイルも 0.5% 貯まるっていう感じですね。まあ、これはね、開通すればということで、ここはまだ開通してないんでね。まあ、これは今後期待っていう感じですね。一応ね、もう公式ではね、されるっていう話なんですけど、まだアップデートがね、来てない感じですね。まあ、どのルートもですね、まだね、2% 還元以上ね、取れるルートは全部あります。あるんですけども、まあ、最初に言った通りですね、このミクシー M のね、いいところはですね、このね、物理カードで最終的にね、決済できたところ、が本当に良かったんですよね。ですのでもうこういったね最終的に物理カードでね還元率を上げることは正直ねできないっていう風になりますんで、まあ Android にしても iPhone にしてもですね、この最終はね楽天ペイで終わらせるか ANA ペイで終わらせるかっていう感じになってしまいますんで、まあここがねちょっとね今回の解約で一番痛い部分ですよね。まあこのミクシー M もですねプリペイドカードっていう風になりますんで、ガソスタとかねホテルとか多分使えないと思うんですけども、まあそういったところ以外であればですね、まあサブスク系、まあ月々払う系はね無理だと思うんですけども、まあそうじゃないところですね、カード決済とかもねできましたんで、まあこれがね利用できなかったりとかね、まあまたね、PayPay とかね登録して、3D セキュアもね通ってますんで、PayPay でね使ってた方とかもねいらっしゃったと思うんですけども、まあこういったのがですね、使えなくなってしまったってのはね、本当に残念ですね。ということで、今回ですね、まあ、こういった感じで、とうとうね、エポスのエヴァイルポイントアップショップに、モバイルスイカ、ミクシームね、対象外になりますということで、解説させていただいたわけなんですけども、いやーね、残念ですね。このね、まあ、お得系のルートっていうのはですね、まあ、塞がれたりね、開通したりをね、繰り返して、まあ、どんどんね、行きますんで、またね、新しいルートがですね、いつかね、開通するのではないのかなっていうふうにね、思っておりますんで、その時はね、また解説させていただきたいな、なんていうふうに思うわけなんですけども、ANA マイル最大還元率 1.75% の JQ エポス×ミキシエムのルートはね、来月いっぱいでね、終了っていう風になりますんで、こちらね、覚えておいていただければなと思います。いやね、非常に残念ですね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。TikTok のキャンペーン、本日までなんで、概要欄に載せておきますんで、ぜひ、毎日クリックで5000円稼ぎましょう。